にある美術館、宝珠山王観音寺の境内にある、ルーブル美術館から公式に許可を得て運営している。建物の設計は黒川紀章氏、館内の展示作品はパリ・ルーブル美術館美術部の技術人が制作した復刻作品を展示している。クラウドボードのストリーミングユーズに変わってるし、コイルキャップのときも変わってるし、ランクル時代からすごい怖いわ、ね、クラウドの中に来てるのぐらい
何も考えてません。